でストーリーをつなげるための努力というか、もうその会社がインディアンっていうブランドのストーリーを築く上では走る楽しみも忘れちゃいけないコンセプトで作られてたりするので、はい、そういう人にうってつけのツアーラーですよね、はい、もう家族ごとこう幸せにしてくれる、一台だと思うので、ぜひ一押しの一台でチャレンジャーです、はい。はい、皆さんこんにちは、レイです。今日はですね、インディアの正規ディーラーのプレインさんにお邪魔しております。アメリカンクルーザーっていろんなメーカーからですね、いろんなタイプのバイクが出てはいるんですけども、その中でも走って曲がれて止まれて、例えばじゃあピンポイントで言うと、透明の大井松田の先の大きめの S 字のところでバーッと攻め込んでいって、変にウォブルが出たり、バイクがこんなことにならずにビタッと走れる、要はスポーツバイクとかスーパースポーツと同じことができちゃうバイクがこのインディアンにはあるんですね。なので女性の方でも不安なく高速道路やワインディングを走ることができる、まあ、唯一のクルーザーって言っていいかも分かりません。まあ、そんなインディアンがどういうメーカーで、まあ、チャレンジャーがどういうバイクなのかというのをですね、このプレインの三浦社長から教わっていきたいかなと思いますので、早速やっていきましょう。三浦さん、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。ちょっとあの広いところからいろいろ聞きたいんですけど、はい、あのインディアンってどういうメーカーですか？はい、そうですね、どういうメーカー、分かりやすいんだったら、はい、まずアメリカ製です。はいはい、ありがとうございます。年代は1901年に誕生しました。古いバイクメーカーで、まあ、強いて言うとアメリカでは最も古いバイクメーカーと言われてます。あ、じゃあハーレーよりも古いんですか？そうなんです。ハーレーは1903年で、ちょっとだけインディアンの方が歴史が古いんですね。はい、まあ、途中で、ブランドとしてはお休みすることになるんですけど、はい、2011年に、まあ、大きい会社に買われて今に至るわけですけど、はい、あのインディアン の発祥で言うと、最初はレースをやってるんですか？はい、これはですね、1903年から間もなくして、まあ、世の中がふくよかになってきたというか、裕福になってきた時代に、まあ、レースが始まる。まあ、当時で言ったら馬からバイクに移って、バイクで競争する、馬で競争する、バイクで競争する、まあ、だから乗る人もライダーと呼ばれたりとかするんだと思うんですけど、はい、まあ、バイクイコール皆さんやっぱりこうレースが大好きっていう、うんうん、まあ、そういう生まれながら、まあ、それはあの他のバイクメーカーも一緒なんでしょうけど、皆さんやっぱりこうバイクが製造されて、バイクメーカーがレースに勤しむっていうのは、当時のやっぱり流れだったり、若い人の憧れだったのかもしれませんね。その当時のレースっていうと、いわば今の MotoGP というのはアスファルトの綺麗な、いや、サーキット走るじゃないですか。はいはい、当時のレースはどういうものだったんですか？当時はやっぱりあの当然あのアスファルトはない時代なんでしょうから、はい、やっぱりラフなところであったり、はい、でっかい砂浜であったり、はい、まあ、あのとあるところはだんだん時代を経てくると平らがないので、木のフローリングを引いたウッドのカウントのついたサーキットなんていうのも後で出てきたりしますよね。あ、なるほど。はい、あのまだそのいわゆるオーバルのフラットダートになるもっと前から、はいはい、ある程度こうくねくねするようなところは走ってるわけですよね。そうですね、ただくねくねするとか意外とアメリカには少なかったりするので、はい、でっかいビーチの上でやったりとか、あ、なるほど、なるほど、まあ、やっぱり広いところが基本的になっちゃうんでしょうけど、
まあ、自転車なんかの競技だとインフィールドでこうね体育館の中走ってるみたいなのがあったりもすると思うんですけど、まあそれの大きい版があったりとかするんですかね。あの、まあ、というのもその前に三浦さんから僕教えてもらったのがあの J スポーツのブーマーって番組に取材リポさせていただいて、僕インディアもそれまであんまり知らなくて、FTR っていうかっこいいバイクがあるっていうところから僕入ってるので、多分そのユーザー数じゃ最高発の後からやってきたぐらいの人だと思うんですけども、三浦さんから実はそのインディアンというのは、まあ、そういうレースをやるメーカー、技術を持ってるメーカーなんだって聞いたのが僕としては一番驚きだったんですよ。それやっぱりその発祥がレースやってたってところからつながってきてるんですか。そうですね、あの2011年からさっきも申し上げた通り新しい会社になったんですけど、それをインディアンがこう復興するっていうこうシチュエーションとかストーリーを作る上では、はい、レースは絶対こう、あの、なんですか、覗いてはいけない案件になってたんだと思うんですよね、はいはい、でストーリーをつなげるための努力というか、もうその会社がインディアンっていうブランドのストーリーを築く上ではレース、早いのがインディアンっていう位置づけは、おのずと宿命があったんだと思うんですね。で、まあ、それをものの見事に実現するっていうところへ、はい、入っていくんですけど、そんなこと言っても世の中じゃそうそううまくいくわけないでしょういきなりしばらくぶりに出てきて、はいはいはい、ね、歴史のあるレースなんか勝てるわけないじゃないって普通の人は思ってたし、僕らも実は旗で見ながら、いや無理無理そんなん絶対無理とかって思ってたんですけど、はいはい、見てるうちにどん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 、え、嘘、まさか、まさかっていうところから僕ら自体もこう魅了されて入っていっちゃう。だからそれをものの見事に、はい、まあ本当にアメリカンストリートっていうかアメリカンなんだろう、こうストーリー、はい、ビッグドリームみたいなことをつかむことになるわけですけど、最後にやっぱりチャンピオンとか、タイトルを取った時は僕らも、はい、世の中こんなことがあんのかって正直驚いたし、はいはい、なんで日本人は誰も知らないんだろうって三浦さん、それこそ今だとあのキングオブバカーズが、はい、まあ、一番、まあ、YouTube でも簡単に見られて、かつ一番派手で面白いと思うんですけど、はい、概要欄にリンク貼っておきます。よかったら見てください、はい、キングオブバカーズって、これちょっとどういうレースなのか三浦さんの表現で教えていただけないですか。これも全く僕らも驚く、そんなバカなっていう、はい、またレースなんですけど、はい、普段ツアラーと使われているビッグマシーンでレースをしましょう、はい、そんなバカなってだからそのバカーズっていうのは要はそのバッグのことを言ってるんですよね。そうなんですよね。でそれもあのバッグをつけたままレースをやるなんていうのはね、はい、僕らにとったらそんなのことはまたありえないでしょ、またありえないことやるのって最初はあの本気にしなかったんですけど、だんだん本当にやるんですかって言って、いざ枠を広げてみたら、実は主催者側もあのエキシビションで最初は冗談でコースにどれだけのバッグが散らばるか楽しみだよぐらいの冗談を言って始まったので、僕らもそのつもりな感じで、これでも見てるとそれは面白いかもしれないねって、だってこれ強いて言ったらお相撲さんに運動会をしろって言ってるようなもんだ、はい、ね、まあそんなことを言いながらいざ始まると、はい、さすがアメリカ人なんですね、はい、やるときは本気になってみんなやるんだって、まあバイク作りを見てても、まあ、このバガーがサーキットを走るためにはこうしなきゃいけないっていうセオリーを、はいはい、やっぱ全部きっちりこう作ってくるから大したもんだなっていう感じですよね、はい、まあ、僕今回ご縁あってあのインディアのチャレンジャー乗らせていただいたんですけど、はい、要はそのチャレンジャーが走ってるんですよね。そうなんですよ。で、まあ、フロントはこういった大きな、まあ、カウルというか顔があるんですけど、はいはい、まあ、ヘッドライト外してこれやっぱレースカウルになってるんですね。そうですね。でさっき聞いてびっくりしたんですけど、はい、その重量どれぐらいなもんなのかなと思ったら、ここはあのレギュレーションがやっぱりレースって、はい、政治の世界だからいろいろ終わりなんですよね、はいはい、まあ、ご存知の通りチャレンジャーはあの他のモデルと違ってアルミフレームでとても軽量にできているので、はいはい、他の戦うバガーたちより軽くできているので、はい、まあ、それをこう均等にしましょうっていうので、はい、まあ、あの話によるとウェイトを積んで走っているというような状態だし、はい、まあ現状のバイクを見ても、はい、ほとんどノーマルに近い状態で戦ってたり
するんですね、まあ、もちろんノーマルでもかなりポテンシャルはあったりするので、まあ、そんなにこう市販車とかけ離れた形をしていないし、はい、下手する と、まあ、大半あの平尾原っていうのライダーが乗るあのバイクはですね、はい、スピーカーの網もついてたりとか、そうなんですか、するんですね。で冗談で、はい、僕まさか音楽聴きながらレースしてんじゃねえだろうなって思ってるんですけど、まあそれも、はい、まあ、一時期バガーだったらありなのかなっていう気もするんですけど、まあその緩い感じのレギュレーションでやってんのかなって実は思ってたんですけど、戦いを重ねるたんびにどんどんマシンが本格的になってくるので、いやいやこれはもうすごいことになってきちゃったなっていう感じですよね。でもこれその車体構成を見るとライバルメーカーだったらやりたいこと、うん、なんならアルミフレームにしてみたい、倒立フォークにしてみたい、うん、じゃあブレーキもラジアルマウントにしてみたい、うん、でもそれノーマルのチャレンジャーがもうそうなってるんですよね。だからもう最初からメーカーカスタムというかメーカーチュートというか、だから一切その実際あのチャレンジャー乗らせていただくと、僕そのスポーツバイクばっかり乗ってきてて、あんまりアメリカンクルーザーというものもよくわからない、知らないんですけど、まあスポーツバイクと同じ乗り方がさせてもらえちゃう、うん、これ結構驚異的なことですよね。そうですね、チャレンジャーはそういう意味では他のツアーラーと違ってやっぱりこう走る楽しみも忘れちゃいけないコンセプトで作られてたりするので、はいはい、そういう人によってつけのツアーラーですよね、はいはい、三浦さん、その今この、まあ、プレインってこのお店があって、はい、僕どちらかというとあのレース屋さんなのかなっていう印象の方が、昔を知ると、はいはい、あるんですけども、だから三浦さんがなんか選んだメーカーっていう面でも、はい、多分個人的にドキドキされたんじゃないかななんてちょっと想像してたんですけど、いやもうだから、まあ、あのレーサーが言う通り私たちも本当にこうレースが大好きで、アメリカまでレースしに行ってるじゃないですか、はい、こんなって言ったらこうクルーザーのカテゴリーの中にいながら、はい、まあ、レースを昔考えたらそのアメリカ そのツインバイク、まあ、俗に言うそのツーリングバイクでサーキット持ってってレースすることですらこうタブーと言われていた時代に、なんでこんなバイクでサーキットって思いながらずっとそうは言いながら自分たちも好きで入り込んできた、はい、まあ、汚い言い方とすればダバに鞭を打って走らせていたっていう気がするんですよね。なるほど。でそんな中で他メーカーの速いバイクを見ながら羨ましいなって思いながら走ってて、はいはい、でそれで後にこうインディアンを知ることになって、これなら戦えるかもしれない、はい、この性能ならいけるかもしれないっていうところで出会って、まあ、インディアにそこからハマっていくんですけど、はいはい、もうまさにチャレンジャーも同じで、ツーリング行ったらじっと我慢して楽しくツーリングしてなさいよ、はいはい、峠行ったら静かに走ってなさいよっていうところが、逆言ったら、はい、これならいっぱい楽しんで走れんじゃないって言わせてくれるようなツーリングバイクだったりするので、はい、いやー長生きしててよかったですよねだからもう三浦さんのためのバイクが出てきたみたいなところですかねそうですね。でもね、同じような考えを持ってらっしゃる方いっぱいいると思うんですよね、はい、まあ、割とこの狭い日本でワインディングの方がどっちかって多い国にとっては、はい、ね、やっぱりコーナリングを楽しめるバイク、はい、それがやっぱりなんか日本でも全然合ってたりとかすると思うので、このインディアンは本当にどのモデルもそういう意味ではそういうものを備えたメーカーのバイクだなって思いますよね、はい、インディアン屋さんの方に質問するにはちょっと聞きにくい質問ではあるんですけども、はいはい、まあ、アメリカンクルーザーの文化でいうとやっぱりどうしてもハーレー・ダビッドソンという存在としてこのインディアンという存在、そのどちらか無視することってやっぱできないと思うんですよね、はい、でこのプレインさんは昔はそのハーレーをやっていた時代があって、はい、今はインディアンになっていて、はいはい、そんなその全てを見てきた三浦さんから今のインディアンというのは、うん、そのハーレーとも比較してアメリカンクルーザーという文化の中でどういう立ち位置のものなんですか。メーカーさん自体は僕はもう例えば最初の頃知らない方は例えばハーレーのモノマネをしてるのがインディアンとかっていう見方をされる方もいたりとかすると思うんですけど、メーカーがもうハーレーと同じものを作ろうとは思ってはいないんですよね、まあ、ハーレー逆に言ったらハーレーないものを作ろう、はい、まあ、あえて細かいところを言うとですね、はい、同じ国の同じ目的をするようなバイクでありながら、はい、全てのパーツは全て逆についてるんですね。というのはどういうことですか。例えばベルトの位置とか、は
名前も変な話ですけど、はい、ハーレーは、ストリートっていう名前をつけるんだったら、インディアンはカントリーっていう名前です。あ、なるほどなるほど。まあ変な話ですけど、まあどこの部分もおライバルってすげえなーって、はい、こっちがそうならこっちはそうなのかっていうぐらい、はい、まあ逆に言ったらコカ・コーラとペプシみたいな存在なのかなって気もするんですけど、同じような飲み物なのに、はいはい、まあ違うところでこう戦おうっていう、その遠目でシルエットだけを見れば似ているのかもわからないですけども、はい、だけど、まあ、今の三浦さんの言葉、似て非なるものというか全く別物と考えた方がいいんですかね。まあ、あえて言うと同じこうカテゴリー の, その乗り物であっても、はい、その作るコンセプトは全部各々はっきりしているところがあって、はい、で実は2011年からインディアンは作り始めてますけど、はい、ハーレーみたいにこう長い歴史の中からこう育て上げられた土壌とは違って、一発でこうじゃない、ああじゃないっていう課題をこう提出するのがものすごくこう早い。あ、なるほどなるほど。だから今の時代に合ったものをボンって歴史をこう覗いて、はい、まあ、リリースしてくる、はいはい、まあ、例えばインディアンスカウトで言うんだったら、まあ、古くは空冷の OHV のエンジンだったんでしょうけど、うん、まあ、それをこう具現化するためにはどうしても水冷の速い DOC のエンジンが必要だったっていうところが、はいはい、ハーレーにはないそのものをすぐ今の現代に向けて出してくるっていうのが、はいはい、まあ、インディアン。あ、なるほどなるほど。少数精鋭だからこそ尖った面白いものを作れるっていうところもあるんですかね。ありますね。僕の印象の個人的な印象の話なんですけど、やっぱりこの、まあ、ハーレーしかりこういったアメリカンクルーザーというのもそのアメリカンカルチャーを代表するものだと思うんですね、うん、でそこでそのアメリカンカルチャーを、まあ、作ってきた、まあ、リードしてきたっていうのが、まあ、ハーレーがこれまでやってきたこと、きっとこれからもそういった文化をどんどん紡いでいくのはハーレーの仕事なのかなと、うん、だからこそ、まあ、ああいうスタイルであったりファッションを含めた提案だったり、うん、ただ一方でインディアンはもうちょっとこう、なんていうんですかね、技術者が集まって、うん、技術で面白いことをしようとしているというか、うん、カルチャーというかもうちょっとこうテクニカルな企業なのかなっていう気がするんですけど、あえてでもあえてそこをやっぱり目指してたりもするんですかね。企業体的には、はい、非常にこう若いスタッフの採用も多いですし、そうなんですか、デザイナーの具現化も早いですし、だそういう意味ではこう自由奔放にですね、はい、バイク作りに勤しんでるっていうところが、はい、なんとなくこうハーレー社とは違うところだったりとかするので、る、はい、まあ、とってもこう時代のニーズに合ったものをボーンって早くね、リリースしてくるのがインディアンだなと思うんですよね、はいはい、例えばじゃあ今、アメリカンクルーザーが欲しいと、うん、アメリカに乗ってツーリングをしてみたいっていうのも、多分一般的にバイクっていうと、うん、クルーザータイプのものが浮かぶのが僕は自然なのかなと思うんですね、うん、はいはい、とするとやっぱり本場のアメリカのものに、ね、乗りたいってなると、うん、まあ、ハーレー、インディアンとこの2社が筆頭だと思うんですけど、はいはい、三浦さんから見た今のハーレーのいいところと今のインディアンのいいところって、多分それぞれ別の方向というか別物があると思うんですけど、まあ、両方乗ってみてどっちが自分と合うのかは両方知ってほしいなと思うんですけど、だから三浦さんは全部を知ってるだけに非常に答えにくいと思うんですけど、三浦さんから見た今のハーレーのいいところとインディアンのいいところ、いかがですか。やっぱりハーレー社はですね、長い歴史の中からまあ、いろんなもののディティールとかものづくりに関してはやっぱり歴史があるので、うん、はい、もうそこはやっぱりこうどうしてもハーレーの方がまあ優位だなって思うし、まあ、そういうものを感じ取れる人は、はい、ハーレーの方が全然よく思えたりともすると思うんですね。ただそのブランドだとかそういうものではなくて、今自分のこうインスピレーション、はい、このバッグかっこいいなとかっていう見方をしていただけて、まあ、選んでいただいてもインディアンは、はい、そういう意味では間違いのないメーカーだなと思うんですよね。だその、まあ、僕が言いたいのはそのブランドで選ぶか、はい、その形や機能で選ぶのかとかっていうところに分かれたりもするんだろうと思うんですけど、まあ、逆に言ったらまあ、どちらを選んでも間違いではないことは確かですよね、はい
あの僕がいざ自分でアメリカンクルーザーを探そうとなると、うんうんうん、あのもう今回チャレンジャーですっかり甘やかされちゃったから、はい、もうあの USB のポートは絶対ついててほしいし、画面タッチであってほしいし、あの Apple CarPlay ついててほしいし、電子路でライディングモードがあって雨の日は楽したいしとなると、もうそういうバイクってこれから当たり前になるはずだけども、アメリカンクルーザーの世界ではインディアンがやっぱり早めにそういったことしてますよね。そうですね、まあ、今各社いろんな意味で新しい電子機器を積んだものを開発中であったりとかすると思うんですけど、はい、まあ、もちろんあのインディアンもですね、新しい時代に合ったものをこれから出てくると思うんですけど、まあ、この前ちょっとご紹介いただいた、はい、そのアクティブなこうセンサーがついたモデルのツアーラなんていうのもこれからは時代に必要なんでしょうからね。あの僕みたいなスポーツバイク好きな人がアメリカンクルーザーの中から何か選ぶんだったら、これはインディアン一択でいいんじゃないかな。これは間違いなく、いやもう間違いなくレイさんはチャレンジャーあのでそれがもうちょっとこうなんていうんですかね、ファッションとかスタイルとか、うんうん、あるいは昔からその映画の中で見たことがあるこうシネマチックな憧れというかっていうものでいくと、あの、まあ、ハーレーもインディアンもどっちもいいなと思うんですけど、まあ、僕がもしかしたらだいぶ偏ってるのかもわからないんですけど、やっぱり思い通りにバイクが瞬時に反応してほしくて、車体姿勢を自分の右手一つでいかようにでもこういじりたくてっていうのはさせてくれるのは僕はインディアンだったんですよね。これそれを自分で体感したときに、あ、三浦さんが言ってたインディアンは技術集団の集まりでレース大好きな連中が楽しんでレースやってるからっていうのが、あ、こういうとこ市販車のこういうとこに今出ちゃってるんだなと思って、これは逆に言うとそのアメリカ以外の国でももうないですよね、こういうバイクっていうのは。そうですね、これはアメリカの文化かもしれませんね。アメリカの中でも特に悪ふざけが好きな人たちが集まって楽しくものづくりしてたら、いやもっと馬力出しちゃえ、トルク出しちゃえ、いや曲がんないからじゃあ曲がるようにしちゃえとか。だってあのチャレンジャーの多分倒立フォークじゃなくて整列フォークでも別に良かったのかもしれない。別にブレーキだったら穴を積まなくて良かったかもしれないし、アルミフレームじゃなくてもスタイルは伝統的なアメリカンクルーザー作れたかもしれないのに、結構タブーなことをいっぱい重ねてますよね。そうですね、そこがだからそのなんだろう、こう歴史にとらわれていないインディアンのこうものづくりの自由さだと思うんですよね、はい、だそこが逆に言ったら僕にとったら、はい、とっても素晴らしく感じるし、はい、なんだこんなメーカー、僕らが改装しなくても、はい、こんなのどんどん作ってくれるメーカーあるんだっていう感じなの で、ね、三浦さんはノーマル車両に手を入れてその夢の形にしていったわけですね、はい、そうなんですよね。そうなるとそのレース屋としては最初から仕事を取られちゃったよ。もうまあもう本当に幸せな時代ですよね、はいはい、でしかももうこんなこう強いて言ったら、はい、改造費がかからなく安価に乗れてしまうので、いや本当に素晴らしい時代だなと思うので、あの最後にちょっと教えていただきたいんですけど、はい、チャレンジャーは、まあ、どんな方がどんな風に乗ると一番チャレンジャーらしさを味わえるバイクなんですか。これも、もうさっき冒頭に申し上げた通り、インディアンには実は空冷のモデルのツーリングモデルもあったりとかしますので、まあ、ノスタルジーで、穏やかに走りたいのであればそちらの方を選んで、ただしあの一択でその例えば一家に一台しか、はい、揃えられないという場合の人はですね、間違いなくチャレンジャーで、はい、どんどん走りも捨ててもらいたくないですし、なるほど、強いて言うなら後ろに乗せる方も忘れてもらいたくない、はい、そういう意味ではもう家族ごとこう幸せにしてくれる、なるほど、一台だと思うので、ぜひ一押しの一台で、はい、チャレンジャーなんですね。わかりました、はい、あのもしあのこの動画を見てですね、お店にあの行ってみたいなという方がいらっしゃったら、はい、まあ、今あのちょっとコロナ禍の環境下なので、はい、あらかじめ予約を取ってアポを取ってから来ていただいた方が、あの皆さんも時間取って、はい、本当はしやすいですよね。そうですね、できればそうして、はい、まあ、突然でも結構です、はい、ありがとうございますお待ちしております。試乗車もあって、じゃあ突然駆け込みでも、はい、あの触れさせていただくことは大丈夫ですか。はい、わかりました、はい、皆さんぜひ、神奈川県のプレインさんチェックしてみてください、三浦社長が僕がいろんな話を聞いてインディアンファンにすっかりさせられちゃった側の人間なんですけども、ぜひ皆さんに会いに来てください。今日は三浦さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。